皆さんこんにちは、スジローです。今回はパランティア2022年度ファーストクォーター決算概要について紹介していきます。この動画ではパランティア2022年度ファーストクォーター決算概要、今後の展望、スジローの所感について紹介していきます。先に自己紹介をいたします。スジローの米国株ブログを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、メンサ会員です。メンサやプライベートに関してもブログでたまに書いてますので、よかったらご覧ください。パランティア2022年度ファーストクォーター決算概要を紹介します。EPS、ガイダンスはアナリストよりも下。売上高は上。売上高前年同期プラス 30.8% でした。決算法則を続けていきます。顧客数は YOY プラス 86%、 新規顧客数は40社、商業収益は YOY プラス 54%、 政府収益は YOY プラス 16%、 営業キャッシュローはプラスの 35.5 ミリオンで全体収益の 8%、 フリーキャッシュローは 29.8 ミリオンで全体収益の 7%、 現金及び現金等々物は 2.3 ビリオンでした。カンファレンスコールを紹介します。純ドル保持率 NRR は 124%、 上位20社の収益は45ミリオンで YOY プラス 24%、 請求額は490ミリオンで YOY プラス 86%、 2022年度下半期に政府収益は増加の見込みです。 RPO は 1.2 ビリオンで YOY プラス 86% でした。パランティアの売上高及びアラリの推移を確認していきます。クォーターとクォーターの成長率はプラスの 3.1%、 YOY の成長率はプラスの 31% です。成長率もだんだんと鈍化してきており、バリエーションに注意が必要です。次にパランティアの売上高及びガイダンスの推移を確認します。ガイダンス傾向は崩壊しており、展望を呼ぶことは難しいです。来期ガイダンスはクォーターとクォーターの成長率はプラスの 5.29% で、 YOY 成長率はプラスの 25.1% です。年初ラインチャートも確認します。金利環境の変化及び前回決算数字より下落しています。バリエーションを比較します。パランティアのバリエーションは PSR 9.3倍、成長率プラスの 31% です。連続した決算ミスによりさらなる下落が起こっています。現在他銘柄との比較は難しいです。結論です。パランティアの決算は悪かったです。特にカンファレンスコールの質の低さは前回と同様でした。具体的な見通し開示ではなく上昇の見込みはありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、スジローでした。また見てください。